誰ですかとかどこですかとか、いわゆる 5W1H。 あ、意外に聞かないなって思ったやつが 5W1H を順に言ってほしいです、リピートで、はい。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。真ん中にいる人誰ですか、この人は。宮先生でございます。こんにちは、宮です。これは佐野さんの発音に見かねて出てきたわけですね、はい、ついに本当のタイの方に本当の発音してもらおうと来てもらいましたよ。これは佐久間チャンネルのあれ、成長ですね。成長ですよ、成長型チャンネルの。そうなんです、ついにタイ人ネイティブの、そうですよ、僕と佐野っちから始まって、はい、ついにはネイティブのタイの方まで出てもらえるという、まあ、ピンタ先生で有名なミヤちゃんなんですよ。はい、これはね、前探しててね、僕らでいろいろ YouTube 見てて、はい、すごく素敵で、すごくピンタの強そうな先生やっと見つけたんだね何発もピンタくらって、まあ、それは残念でやってるんですけどね、はい。まあ、今回は基本に忠実に、はい、行きましょう。タイ語をやってみたいなと思いますんで、なので会話のきっかけになるのは、うん、やっぱ質問からっていうのが多いですよね。そうですね、うん。質問の仕方で必要になるのってやっぱあれですよね、誰ですかとかどこですかと、いわゆる 5W1H もしくは 2H って言われてます。はい、はい、なのでちょっと順番にいっていきますよ。いきましょう。はい、これはもう知ってるのもあれば知らないのもあると思うので、じゃあよく聞くなっていうやつからいってみましょうか。いきましょう、いきましょう。何、何、英語で何、何、 What ですね。 What?So, そう、これは佐野さん、タイ語だとアライですね。アライ、本当はアライ、おお、あんま変わるけど実際はアライですね。あの平穏的アライ、アライ、アライとかアライとかじゃなくて、アライ、アライ、アライ、それはアレンジして言ってるだけってことでしょ。アライ、日本人の癖でアライとかってアライとかって言うんですけど、実際はアライ、アライ、アライですね。ちょっとやる気なく言う感じですね。アライ、アライ、はい、せーの、アライ。あれちょっとやる気ありますね今音がちょっと上がってます先生。アライ、アライ、 OK。 じゃあアライ、アライはこれですよ、はい。次ですね、よく聞くやつはね、 Why? なぜ、Why? あのタムマイで、タマイ、タムマイで、タマイ、タマイ、タマイ。じゃあ本場の発音お願いします。タマイ、日本人の方にはタマイって聞こえるんですけれども、はいはい、実際にはタムとマイの2つを使っています。タマイ、早く言うとタマイっていう感じになります。女の子結構可愛く言ったりするじゃないですか。ちょっと言ってみてください。女の子、タマイやー、ありますね、聞きますね、聞きますね。女の子タイ語可愛いっすよね。可愛い、うん、わかる。それは最後のヤーは、タマイヤーのヤーはどういう意味ですか。どういう意味なんですか。意味がないノリで、ちょっと可愛い声で、可愛く見えるんですかね、可愛く聞こえるんですかね。なんでよーみたいな、そういうイメージでしょ。じゃあね、他によく聞くやつ次いきますよ。どんどんお願いします、はい。どこ Where? どこ Where? どこは T 内、 T 内本番お願いします。 T 内、あー違う、 T 内、 T 内、これはどういう感じですか。これ指で、これは T ない、うん、っていうふうにあります。T ない、そうですね。T ない、 S 字 T ない、 T ない、あー合ってる、合ってる、 T ない。さすが佐野さんのやっぱ解説があると入ってきますね。入ってきます、よかった。かけ渡し、かけ渡し、喋ることないかもしれない僕必要いらない。あります、あります、よかった。じゃあね、まあ、ちょっとここから 5W で言うとあんまり聞かないこともあるかもしれない。いつ、 When? When? ムアライ、そうですね、あのムアライ、じゃあ、 あれやってください、まあ、これも一緒ですね。ムアライ、ムアライ、佐野さんも一回言ってください。ムアライ、今寄せてきました、ムアライ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 、はい、ヒロはいいですね。はい、行きましょう。はいはいはい、じゃあ、ムアライってあんまり、まあ聞くか、聞く、ムアライ、うん、いつでもいいよって、わかりました。じゃあね、あと、まあ、あんまり聞かないやつ、
あ、意外に聞かないなって思ったやつが誰？フー。フー。確かに使わない。暗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 い。誰が合ってるんですか？真ん中の方でしょ、ね、いや、僕が合ってましたね。いや、真ん中の方が合ってもう一回真ん中の方だけ。はい。暗い。暗い。暗い。カタカナで言うとどうなの？かきこけこの暗い。暗い。暗い。明るい暗いと一緒。そう、暗いみたいな。暗い。ああ、明るい暗いの暗い。そうそう。英語で泣くと一緒な音な感じですか？あ、それもそうかな。暗い。暗い。泣きたい時に暗いでしょ？暗い。そう。それと同じ音かな？暗い。暗い、ちょっと動いてない。あー、難しいんですよ。だからこの本場しかわからないこの音の感じですよ、佐野ちゃん。暗いなんか、早く言って、はい、貝に聞こえるときも貝、そう、貝っていうのがなんか逆によく聞いたりしてあんまり入れないね。貝、貝、貝な、貝、貝、貝でわかんの？貝の方が通じることが多いかもしれない。へぇ、喋る、誰？暗いでわかんない。貝の方がいいと。貝どっちかというと貝暗い。貝や暗い。暗いや誰みたいな。誰、あの友達暗いや。そうそう、貝や。聞くそれはありますね。あ、そうなんですか。聞くのはよく聞きますけど、あんま自分で言わないですよね、誰って。僕はあんま言わないですよ、誰とか。そうなんです。じゃあね、最後に 5W は終わりましたよ、多分。いつ言ったね。マライ。マライ言ったね。どこで？ティナイ。ティナイ。誰が？トライ。何を？アライ。なぜ？タンマイ。はい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 。5W 行きましたね。行きました。はい。じゃあ、1H の方です。どのように How ですね。How。ヤンガイ。ヤンガイ。ヤンガイ。これもなんか深い話にならないとあんま出てこない。どんな感じとかですか、うん、会話では結構入り口の会話ではあんま出てこないですよね。けど最近調子はどうですかっていう時にペンニャンガイって言いますね。ペンニャンガイで最近調子はどうみたいな感じで使います。 How are you みたいな感じのイメージそうで使う感じでペンニャンガイですね。じゃあね、もう一回言ってもらえますか。じゃあ一番右の人、向かって右の人、はい、画面で一番右の人でどうぞ。え、ペンヤンガイを言うの？ヤンガイを言う。ヤンガイ。ヤンガイ。お、じゃあ一番左の青年。はい、ヤンガイ。はい、真ん中の女子。ヤンガイ。お、上手。上手というか、母国語だ。負けてますよ。負けてますよ。はい、いや、いいですね。本当になんか発音が。音が入りますね。入ってきますね。あ、今までなかった。うん、いい人だ。嬉しい嬉しい。真ん中の人はいい人ですよ。いやいや、ありがたいですね。ありがたい。あのね、あとよく使うので質問系で言うのは、いくら、How much の方を、How much、あれはちょっと覚えておかないと。それが結構使うじゃないですか。そうね、買い物。うん、そうそうそう。なのでそれをちょっと、じゃあ今回は。今回はやる気の一番ある人は省いて一番左の方ちょっと行ってみましょうか。タオライ、うん、これ聞きますね。じゃあそのやる気だけはある人、タオライ。おお、真ん中のタオライ。おお、近いんじゃないですかこれは。みんなね、ね、これは指でやるとどうですか。これはタオライ。下がる、ライも下がります。最後タオライ、タオライ、これタオライって俺上がるイメージ、ピュッてピュッて、ライ、タオライ、これタイの方ってこれ意識してるんですか今のやつって。ないかな、みんな。あ、もうなんか自然に出ちゃ う。研究熱心なの日本人だけだったってことですね。でもそれがこれができてないと伝わらない言葉っていうのは、みんな自然にできてるってことですよね。そういうことね。まあまあまあ、あなたの国に来てるんでね、僕らは僕らは本当に真摯に受け止めて一生懸命勉強していくんで、はい、これからもちょっといい発音を支えてください。そういう先生、最後に 5W1H を、はい、順に順に言ってほしいです、リピートで。はい、じゃあ、僕のプロデューサーはね、はい、いきますよ。じゃあ日本語で言いますね、先に。はい、いつ、マライ、どこ、ティーナイ、誰、ファイ、何、アライ、なぜ、
タマイ。どのように？ヤンガイ。いくら？タワイ。よし、じゃあ女性の方だけでね、行きましょうか。そうですね、今女性が、はい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はい、いつ？マライ。どこ？ティナイ。誰？トライ。何？アライ。なぜ？タマイ。どのように？ヤンガイ。いくらですか？タワイ。素晴らしい。そうね、なんかね、ゆるゆる逮捕塾のレベルが上がってるのが、ね、そうそう、嬉しいですよ。確信に近づきました。ただね、ゆるさだけはゆる、あのゆるいままでいい。ゆるいままでいいですよ。そんな真剣にやりたくないんで。そうそうそう、だからね、この言葉だけのね、やっぱある聞き取りのやつあるじゃないですか、はい、まあ、それよりもこうやって会話でちゃんと説明していく方が入るっていうイメージを僕ら持ってるから、はい、これを続けていきたいと思います。はい、で次回はこの 5W2H の応用編をね、はい、ちょっと喋っていきたいなと思うんですよ。こういう時にこういう使い方があるよっていうのをやっていきたいと思うので、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。はい、しました。じゃあ宮先生のねチャンネルもあるみたいなんで、はい、言っておきましょう。はい、私の社内部もありますよ。はい、だから大体はウォークスのトラベルの動画と ASMR が、うん、オトペッチの、ね、そうそう、よろしくお願いします。あと佐久間さんは LINE アットもありますからね。もっとなんか質問を、人に知られたくない質問とかは LINE アットで質問あると、うん、そうですね、僕の LINE アットを今すごく今貯めてるというか、情報をどんどん発信するためにね、いろんな情報を貯め込んでいるので、そういうのを受け取れるような状態にしといてもらいたいので、はい、ぜひ LINE アットの方に登録をお願いいたします。はい、あと佐野さんはもうないですね。いや佐野さんは絵がまた新作ができたそうで。いやいや、そんなことはないですけども、そういう報告ができるようにこれからやっていきます。はい、そのうちブログはいつも下にね、はい、説明欄あるんで見ておいてください。はい、ちゃんとやっていきます。ということで、また次回お楽しみに、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。もしね、参考になっていただけたら、いいね と、コメントの方よろしくお願いします。またチャンネル登録もお願いいたします。